さあ皆さん、東京医科歯科行ってみたいと思います。今日の超の全体像はこちら。単語の問題と代名詞の問題、そして内容1と和訳、合計6問いきますので一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まず設問の指示の一読をお願いいたします。さあ皆さん、第1段落と第2段落でございます。一読していただいた後、こちら問いの2番のこの1番ですね、ワンはこちらにございますので検討をお願いします。さあ皆さん、ワンは単数名詞でございますので、その左側からそれに該当する表現、遡ったらありましたね。もちろん皆さん、このダッシュもヒントですね。左側の語句を言い換えてくれてるだけでございます。ですから正解は A reliable source of calories、 これでよろしいかと思います。さあ続いて第3段落でございます。一読をお願いいたします。さあ皆さん、次の段落でございます。先ほどの問いの2の今度は2ですからね。で、1とはこちらにございます。では、検討をお願いします。さあ皆さん、1とどこを指すのかなと思って、皆さん左側遡っていただきます。皆さん、ここにまずぶち当たりますよね。で、皆さん、ありがたいことに皆さん、主語の位置に存在してくれております。で、あと皆さんご存知かもしれませんが、主語に代名詞で記載されていると、その代名詞が指しているものは手前の文章の主語。そうすると皆さん、コレステロールにぶち当たりますよね。もちろん次の行に皆さん、is という動詞がございますので、こちらが主語ということで問題ないかと思います。ですから、この it が指すものはコレステロールということでよろしいかと思います。さあ皆さん、先ほどと同じ段落でございます。今度皆さん、この表現に関して問いの一番ございますので、説明の指示を一読後、検討をお願いします。すみません、これは accumulate、蓄積するという意味ですね。ですから、それに近い選択肢を選ぶという感じになったかと思います。で、皆さん、選択肢の A は、これ皆さん、故障するですよね。で、選択肢の B をすっ飛ばして、選択肢の C、move と書いてますから、移る。で、選択肢の D は、なんかゆっくりな感じですね。で、選択肢の E は、逆にスピードが上がっております。そうです。蓄積すると言われたら、選択肢の B ですよね。もちろんビルドということですから、皆さん気づき上げていくイメージですね。積み上がっていくイメージ。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの5番でございます。下線部 R の和訳。つまりここを和訳していただけるとよろしいかと思います。では、検討をお願いします。皆さん、解説はホワイトボードでいたしますね。さあ皆さん、和訳行ってみたいと思います。皆さん、該当箇所書き出しますからね。で、この波線打ってるところは模範解答でございます。ですから、このあたり皆さん参考にしながら聞いていただけると嬉しいかと思います。さあ皆さん、まず文構造ですが、出だし。まあ、前置プラス名詞は M ですね。つまり、就職語ということでよろしいかと思います。で、皆さん、真ん中 of the day も前置プラス名詞。で、皆さん、その右が assumed。まあ、動詞であるというのは皆さん大丈夫かと思いますが。まあ、思い込むとか大前提として考えていると。ですから、考えてよー。何よー。ということですので、他動詞。ですから、ざっと説が皆さん大きく目的語になってますよね。となってくると皆さん、assume の主語は、まあ、動詞の左側でよろしいかと思います。で、皆さん、ざっと説の中ですが、皆さん、eat という別の動詞らしきものが来ましたので、色分けさせてくださいね。で、皆さん、eating の右側、foods、名詞がございますので、他動詞。ですから、foods が目的語。で、皆さん、like 前置詞ですから、皆さん、前置プラス名詞。まあ、つまり、m が続くはずでございます。で、皆さん、コンマと and で3つ並列してますよね。ですから、あ、い、うと表記しておきますね。で、皆さん、さらに別の動詞来ましたので、色分けさせてくださいね。で、probably は副詞でございますので、m。で、一般的に b 動詞の右側は保護ですからね。そして、前置プラス名詞は m。で、皆さん、and で動詞を繋いでますよね。ですから、was と並列関係。で、皆さん、should be 動詞でございますので、右側は保護。じゃあ皆さん、この緑色の主語はどれですかということですが。まあ、was の直前の x が主語かしらとは思うんですが、皆さん、この x、複数形ですよね。単数形 was とは繋がらないです。ですから皆さん、これ以前からお伝えさせていただいてるんですが、皆さん、動詞の直前。皆さん、直前に主語らしきものがなければ、手前全部が主語という判断でよろしいかと思います。ですから皆さん、文型の確認。文構造は大体こんな感じですね。さあ、続いて皆さん、和訳する順番でございます。皆さん、文頭にある m は一番最初で OK です。で、その後は主語ですね。ただ皆さん、右側に前置プラス名詞が連なっておりますので、皆さん、右側から左側。2番、3番の順番で OK です。で、皆さん、これも以前からお伝えさせていただいてるんですが、動詞はなるべく後回しがいいですよ。で、皆さん、続いて青いところですね。で、もちろん E とは他動詞ですから、皆さん、できればこのあたり。後ろから遡った方が綺麗な日本語になりますね。
で、ちょっと皆さん前置詞プラス名詞になっておりますので、右側から左側。で、4番目、5番目を訳し切った後に、要約動詞のところに行き着くという感じで OK です。で、皆さんこれで緑の主に当たる部分が訳し終わりましたので、緑の動詞のところに繋がるんですが、皆さんやっぱり皆さん前置詞プラス名詞ございますので、右側から左側。で、最後皆さんこれですね、保護の部分を最初に訳す。で、動詞に繋げる。で、皆さんこれで文末まで来ました。で、訳していないところが皆さんなくなりましたので、最後、主節の動詞、このオレンジのところの動詞ですね。それを最後につなげていただけますと OK です。すみません、一番先頭ですね。by extension。で、皆さん直訳すると、拡張によると。まあ、ちょっと変だな。であれば、皆さん拡張して判断すると。これも今一つ。となってくると、皆さん延長線上で考えれば。で、皆さんここまで来たらしっくりきそうですね。そうです。extension と言われたら、拡張とか延長。ですから、延長線上で考えれば。で、皆さん2番目ですが、of the day。その日の頭と、まあ、思わず訳してしまいがちですが、the がついてますけど、皆さん、手前になんか指してるものはありそうですよね。そうです。この段落で一番初っ端にあった、あの辺ですよね。まあ、1970年代後半。ですから、それを受けて、the day と繋がってると思われますので、その当時の多くの内科医は、ざっと説のことを当然だと思っていたんですね。もしくは、ざっと説のことを思い込んでおりました。じゃあ何をということです。皆さんこのあたりですね。バターとか赤身の肉、そして卵のようなコレステロールの高い食べ物。それを食べることは、我々の健康に対しておそらくディザストラス。我々の健康にとっておそらく害になり、避けるべきである。というふうなことを思い込んでおりました。こんな感じでよろしいかと思います。ということで、あと皆さんご自身の和訳ですね。それと皆さん模範解答を見比べていただけるとよろしいかと思います。さあ、続いて問いの3番でございます。で、皆さん、選択肢までちょっと画面に入らないので、まずはこの説の指示の一読をお願いいたします。で、皆さん、true or false、まあ、TF 問題、内容一致問題ですね。で、皆さん、まず選択肢の1番でございます。これが合ってるかどうか確認をお願いいたします。さあ、皆さん、訳していただいてわかるかと思いますが、まず真ん中、1970年代後半まで、卵に関する見解ですね。そういうものは一般的にポジティブ、前向き、積極的に受け入れられていた様子ですね。で、実はその話題はこの段落の一番初っ端に書いてますよね。1970年代後半、我々の卵に対する評価はうなぎ登りだった。そうです。卵に対して前向きに評価してますよね。ですから選択肢の一番は T、to do ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて選択肢の2番でございます。検討をお願いします。さあ皆さん、後半でございますが、皆さん、コレステロールを過剰に摂取しちゃうとですね、皆さん、心臓病のリスクが高まってしまいます。皆さん、その内容は先ほどの下線部和訳のところと合致しますよね。まさに我々の健康に対して危険。で、そういうふうに多くのお医者様たちが考えていたんですね。にもかかわらず選択肢の2番、wrong と書いてますね。ですから、間違ってるという話はないので、選択肢の2番は F ということでよろしいかと思います。